エヴァ・ジェルバブエナ、エヴァ・ジェルバブエナはスペインのフラメンコダンサー。彼女は1998年に自分の舞踊団を結成し、2001年にはスペイン文化賞が授与するプレミオンナシオナルデダンツァを受賞した。彼女は現在の指導的なフラメンコダンサーの一人であると考えられている。彼女は1970年にドイツのフランクフルト・アム・マインで生まれ、生後15日で、 スペインのグラナダにある両親の故郷、オガジェアーズに住み始めた。11歳の時にフラメンコクラスでダンスを始め、12歳の時エンリケ・エルコニステロ、アンガスティラズ・ラモナ及びマリオ・マヤと踊り始めた。彼女のプロとしての経歴は15歳の時に始まる。彼女はジュアン・フューリストとヘスース・ドミンゲズにドラマティックアートを学んだ。その後、彼女はキューバを訪れ、 ヨハネス・ガルシアに振り付けを学んだ。友人のフランシスコ・マニュアルジズにより、フラメンコシンガーのフランスキーとイエル・バブエナにちなんで、イエル・バブエナと名付けられた。彼女は、今までにも乗れて、メルチェ・エスメラルダ、ハビエル・ラトーレ、ワキン・コルテス、ミハイル・ベディッシュ・ナコブ及びピーニャ・バウッシュとコラボレーションしたことがある。彼女は、自身の舞踊団。 エヴァイエル・バブエのバレエ・フラメンコを1998年に設立し、ギタリストのパコハラーナを音楽監督として迎えた。彼女は演奏者、作曲家として、彼女のショーに参加しているギタリストのパコハラーナと結婚している。このカップルには二人の娘がいる。ありがとうございます。